さあ本日のトップ賞は木下さん以外です。イエーイ。その言い方あかん。まゆちゃん今日すごいね。すごい。1、3、6と1、3、5、うん、当てちゃいました。それは今日はあれですか、自分で予想を組み立てたんですか。いや、そうですそうです。いろいろデータも参考にして。はい、すごい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 。あれ、いや俺もデータを見ながら同じようにやってたよ。別に君そんなに差がないと思う。同じデータ出しましたよ、ね、同じデータですよ。俺違うレース見たかな。なんで一緒よね。一緒の見てましたよね。いや、なんでこんな、なんか紙書いてるで、一丁前にこんな俺データ紙書いてるで、いろいろ書いてはるわ、こんな恥ずかしいわ。でも大体123ってね、秋山さん大体まあ、うん、3つあったら1個ぐらいは、ね、でも今日ほら島崎さん2位バッサリこう外したじゃないですか。あのね、思い切りなんですよね、多分ね。もう2位は来ないとか、うん、ちょっとずつ入れちゃうのがあかんのかも。データで2位あったんですけど、うん、こういうのでちょいちょいちょっと惑わせる時があったので、うん、やめました。そしたら的中です。じゃあ本当に2レースともでしょ。はい、2レースとも。私たちはね、だってまいちゃんなんて今回ですごいでよ、3連続トップ賞取ってる。そうです。どうしてどうしてってね。もう肩叩きながらみんな得意現象ですねって。何のこっちゃ分かってないですけど。言って。いろんな人が言ってきたわ。最悪だよ、得意現象。最悪でしょ。でなんて、なんかずっと連敗やったんですって。得意が。はい。いや、そうはならんようにしたいですけど。これもう一回呼んでくださいね、ちゃんと。あいつあかんなみたいな会議やめてよ。いや、どうだろう。おい。改めて、丸亀の5列転覆があったんですけど、はいはいはい、あれ、もしあれがなかったら、あれがなかったら、はい、我々も外れてましたね。あれは1、3、4で走っていて、そうや。でも、あれ転覆なかったら僕どうでした。外れてましたね。外れてましたか。何やってもあかんな。転覆や、俺が。かんかん、これあかん。転覆のおかげって言っちゃいけませんけども、転覆があったから6号艇の白井選手が入ったので、はい、逆転しましたけれども、まあ、それもレースですからね。レースではまあよくたまにその転覆があることなんですけども。そうですね、はい、でも今日木下さん のそのシャツのこの、うん、あれですか、キャラクター似てますね、はい、ほら、そんなわけわからんこと言うからわかるんですよ、僕全然。似てます。ほら、マジ見て、似てない。外れた時の顔にそっくりだ。似てる。こういう顔してましたよね。いや、めっちゃいじるやん。悔しい、ね、ほんま悔しい。もう、外れること全体で分かってて、衣装で遊んでるの。いや、多分遊ばれてるんやと思うんですよ。だって前回カレーでしょ。カレーでしょ。今回フレンチブルドッグでしょ。テーマ何、俺の衣装。楽しみ、次も。いや、俺次は絶対スーツで来よう。スーツや。次頑張ります、本当に。ね、悔しい。これは悔しいと思いますよ、うん。こんなにね、私たちが勝って。みんな勝ってるから悔しいんですよ。で、まーちゃんなんてもう全然ね、最近だもんね、ボート始めたのね。本当にそうです、そうです。ね、コツは、え、コツ聞き出したよ。コツですか、はい、やっぱりちゃんと秋山さんを信頼して信じて、うん、ほら、そこですよ、木下さん、うん、俺信頼してないよ。そういうことでしょ。そこですね、わかりました、失礼しました。もうちゃんと人を信じていきます。そんな秋山さんも変なダジャレ言うから全然映ってなかった、はい、ダブルピース全く映ってなかった。全く映ってなかったって。さっきまるで映ってなかったですもんね、はい、いや 次はちゃんとしましょう。次作るの、いつ、もう次も本当当てに行きます、ちゃんと。1ヶ月後、1ヶ月後ですね、はい、今月小竹デーみたいなので。そうですね、SG ですからね。 SG なんで、もうちょっと増田君は結構当てるので、はい、ちょっと増田にちょっと託して、はい、お願いしたいと思います。いや、頑張ろう、ほんま恥ずかしい、悔しい。頑張りましょう。ね、頑張りましょう。見せてあげたらいいんじゃない、木下さんに。私のこれですよって。あ、教えてあげましょうか。いや自力でね。自力でかっつぁ、自力でやって。いや、でもやっぱりトップ賞は嬉しいもんですからね。素晴らしい、嬉しいです。これはすごいね、次回が150倍ですからね。そうだね、多いよ、多いことよ。これ番組最高配当じゃないですか。まあでもそれに近いぐらい、近いよね。そこに当てたんですか。すごい、しいわ。今日は気分がいいね。気分いいです。気分いいですね。うわ、ここ行きたいわ。というわけで、今回のトップ賞は木下さん以外。